い、どうも、ルーでございます。今回はね、10月21日リリースのラグナドール、一回出してるんですけど、もう一度事前に手に入れた情報を公開していきたいと思います。で、チミ毛量がバッコする RPG というタイトルの通り、いろんな妖怪が出てくるんだけど、その中に、対抗勢力みたいなのがいるわけですよ。こいつらはこいつと戦ってるみたいな。で、同じ名前の、妖怪も男女で分かれて出てきます。はい、じゃあちょっと抜いていきますか。ちょっと待ってね、順番を間違えた画像の。はい、まずはね、斬新でシンプルなスピードチェイン。これはなんかね、俺はちょっと驚いたんだけど、ターンごとにカードが出てくるんですよ。で、1から4まで出るのかな。で、それを1、2、3、4って並べるとチェインが発動します。で、ないなと、1、1ってやったけどないなと思ったら、1、1っていうのを合わせれば2になります。で、2、2っていうのを合わせると4になります。っていう形で、コンボはね、組みやすいと思います。オートだとどうなっちゃうのかちょっとわかんないけどね。で、それが、解説されてるのはこちら。数字をつなげてチェインをつなごう。で、カードに、武器にも、レアリティがあるんで、おそらく武器とキャラのガチャがあるのかなっていうふうに推測しております。で、属性もあるんでね、ここら辺は、何なのかっていうのは、これからお伝えしていきます。で、これが先ほど申し上げた、手札合成。あら、間違えちゃった。2足す2は3か。手札を合成してバトルように。まあこれがつながればつながるほどダメージが上がるんで。で、4まで行くともう必殺技が発動するみたいな。なので、これを瞬時に判断してやっていくのが大事というところでございます。で、次は、このゲーム、マルチプレイもあるんですよ。で、マルチ。で、これは常時時間が進行して、マルチで一緒にやってる人もね、状況に応じて瞬間的な発動判断が求められると。で、自分のソロは、自分の行動順を回ってくると時間が停止するっていうシステムなんだけど、マルチやると常時時間進行なんで、自分のね、このチェインだったりとか戦い方 のスピードアップだったり、判断力の強化になると思うんで、ぜひマルチはやった方がいいかなっていうふうに僕個人は思いました。はい。で、続いて、よいしょ、と時短は停止中。まあこういう感じですね。で、弱み玉っていうのがあるんですよ、敵に。で、その弱み玉の、例えば水、木ってなってたとすると、その水と木の属性をぶち当てるとブレイクします。ちょっと攻撃できないっていう感じ、向こうは攻撃できないで、ひたすら攻撃を受ける感じになります。はい、こんな感じですね。弱み玉、これに合わせて、だから結構ね、考えることが多いですね。なかなかちょっと触ってみて、感触を確かめたら動画出していきたいと思うんですけど、
弱み玉を全てアクセブレイクを発生して行動速度がアップします。これは素晴らしいですね。叩きのメスっていう、袋叩きっていう、これはねペルソナを思い出しますね。で、これブレイク中の敵に必殺技スキルを叩き込め、これは要は1234って揃えるってことですね。キャラクターによってそこら辺は変わるっていうこと。氷魔武器、妖怪の力を込めた強力な武器、これがどうやって手に入るのかわかんないけど、もしかしたら合成とかなのかなと思っております。で、武器チェーンバトルを支えるバトルの要、今のところ紹介されてないけど、先ほども言った通りこれもガチャなんじゃないかなと。でキャラと武器がガチャなんじゃないかなっていうふうに想像してます。結構そこら辺シビアなのかなという予想が立ちます。はい。で、つくも神、これがね武器に取り付いて武器を強化できると。こっちで選べると思うんですけどね、武器強化はありがたいですよね。で、影軸、見た目も楽しい効果付き装飾品、まあ、これを装備してさらに能力を上げていく。多分キャラによって相性もいろいろあると思うんですけれども、これは見逃せない。まあ、いろいろね育成だったりとかの、ジャンルだったりとかキャラの職業とかあるかもしれないんですけど、まだそこら辺は分かんないんですけど、ここら辺を押さえておくとスタートダッシュしやすいかなと思います。で、これがね iOS、Android が明日で DMM でも出るんですよね。これが DMM も明日かな、詳しくは書いてないけど DMM も明日でしょう。なので、外ではスマホ、お家では、パソコンでみたいなことができると。で、あとは DMM ゲームズでもらえる版だけでもらえる原曜石ガチャ石ですね、500個、ゼニー5万、キャラポイント500、遊郭おかわり券2枚、スタミナ50っていうのもあるんで、一応こうパソコンも大文字だったら DMM ゲームズも登録しておくといいかなと思います。私は登録します。はい。というわけでね、ちょっと話まとまったかどうかわかんないんですけど、皆さんもねラグナドール期待してお待ちしてください。確か夕方だよねリリースは、確か夕方だった気がする。20時が夕方じゃなくて20時ですね。それまでに情報を集めて、私の方でも分かればどんどん追加していきたいと思いますので、ぜひやっていきましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。ルーです。バイバイ。